スプラトゥーン2武器ネット通信販売ジャパネットアフロへようこそ。今回は、アフロじゃない N ザップ83っていうね、このちょっと倉庫から引っ張り出してきたようなちょっとくすんだ色の、武器をね、皆様にご紹介したいと思います。はい、今回はヤグラということで、今回はですね、また武器地シリーズという一番最後の追加される武器でございまして、今回はサブがスプリンクラーということでね、例えばこんなところにこうやってつけちゃったらおしゃれだなーなんていう印象が持たれると思うんですが、例えばガチヤグラにおいてですよ、あそこに置くことによって妨害ができちゃうんですよ。妨害が、ほんで雨降らしを置くことによって味方のアシストもできる。あ、見てください、この N ザップ89、これちょっと新しめですよね。私のこの N ザップ83はちょっとアンティークと言いますか、少しまあ、レトロなんて言い方をすれば良いでしょうかね。はい、かなり今押されてますが、 4人落ちということで、いやーちょっと全然喋る隙を与えさせてくれないんですが、いや、なんといってもこの武器のいいところ、それは集団性能にあるんですね。皆さんご覧ください、この集団性能、全て同じところにいる、そんな気がしますね。いかがだったでしょうか皆さん、 N ザップ83今なら、送料込み値引き不可でご提供させていただきます。お電話お待ちしております。はい、皆さん、次、お次にご紹介させていただくのが、なんとこちらボールドマーカー7ということで、はい、パチンコする人にも大人気のこのボールドマーカー7シリーズですね。いやー、今回はですね、なんとサブにこの時間が爆発に時間がかかるやつ、そしてウルトラハンコの2つを3点セットで、お値段変わらずです。お値段変わらず、はい、ご提供させていただきますよ。あら、上にいらっしゃいますね。こういう場合はちょっと貯めてですよ、貯めてですね、はい、なかなか当たらないと、そういう時にこのウルトラハンコ使うんですよ。はい、これ倒せますよ。ほら、まず1枚やっていくと、そして向こうのいるんで投げることもできる。ちょっと投げられなかったですけど、ちょっと今回はストレート巻き勘弁させてほしいですね。よいしょ、あーら、ちょっと風船はまずいですよ。こっちから回らせてもらいます。オッケーオッケー、ナイスナイス。初めてのガチラクラを奪ったということで、いや、これ見た目もほらおしゃれじゃないですか。ちょっとピンクで妖艶な雰囲気を醸し出しております。これクイックボムじゃないですね、なんかよくわからん爆弾を使うことによってちょっとタイムラグがあると、例えばここに置いておくと、そして登ってきた相手に対して、次元爆弾を設置できると、皆さんいいんじゃないですかこれは。あ、皆さん申し訳ございません、ただいまちょっとお電話の方混み合ってまいりました。ただいまオペレーターの数を増やしているんですが、少々混み合っております。ここで使う、この狭いところで使うと、いやー、これはもう相手逃げられないですよ。もうこれにロックオンされちゃ逃げられない。上に、えい、当たらない。ここいる、傘も割っちゃう。この連射力の前には傘も無意味、全て無意味です。全て倒しちゃう。このボールドマーカーのこの拡散力、三段ショットガンのような拡散がなければ今のは間違いなくやられてましたね。ボールドマーカーならでは、先ほどの N ザップ83では少々厳しいといった感じではないでしょうか。ここまた使っていきましょう。おっと、最後のフィニッシュも綺麗にね、ハンコを持った状態でフィニッシュできました。皆さんいかがでしょうか。はい、続いてはですね、新しく出たパブロをご紹介したいと思います。その名もパーマネントパブロということで、皆さんこの毛のツヤ見てくださいよ。もう他の他店のパブロなんてもうマッチ棒レベルじゃないですか。もうこれを私のね、この武吉商店のパブロとするならば、他の店舗はね、もうマッチ棒ですよ。そして今回またサブがスプリンクラーということで、ヤグラにすごく向いてますね。あんなところにほら、すごい噴水、もう自宅に噴水が作れちゃう勢いですね。ああなると、はい、そこ失礼しますーって、そこ失礼しますーってね、インクアーマーもあるんで、お友達と一緒にやりたいよーって方にもおすすめですね。ここでリスキルも、もう すごい勢いでリスキルしちゃう、できるはずなんですね。本当ならばできるはずなんですね。今回ちょっとね、私の不手際でできなかったんですが、はい、この武器のいいところ皆様にお伝えしたいんですが、このスプリンクラーとか邪魔ですよ。あ、待って、一旦逃げましょう。逃げる、皆さん見ました、今の逃げる速さ、パブロならではなんですね。よいしょ、ここ失礼します。うわー、ヨウさんいる。武器地シリーズって全部で12種類ですか、かなりあるんですけど、僕のランク的にほとんど変えないんで、よいしょ、あと一つぐらいですね。おお、いるちょっとローラー先輩にはかなわないんで、また
新しい新作のねローラーが出るまで待っていただきたいなって思うんですけど、武吉商店からちょっと追いかけないでください。逃げられる。ああ、これは何パブロですか。ああ、北斎さん別注店のやつですか。あ、ちょライバル店なんでちょっと彼には勝ちたいですね。うん、どうにかして彼には勝ちたい。よいしょ、スプリング、あ、スプリング一瞬で消されちゃうね。一瞬で消されちゃう。どうしよう。あんなとこでお前ボールがうお、いや、ローラーなんてほら皆さん見ました、パブロのあの機動力、当店ならではのこの機動力でございますよ。ほら守れちゃうんですね。36か、皆さん見ててくださいね。武吉シリーズであればここからこのパーマネントパブロを使えばここから逆転できますんで、よいしょよいしょ何これ、もうこいつとか一心不乱に振ってるやん。めっちゃ迷惑やん、あれ。迷惑行為しないで、今実演販売中なんだから。とりあえずこれつけといて、あ、いいですよ。おら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 、いやー、パブロのこういう戦い方がすごい面白いんですね。当店ならではのね戦い方でございます。あ、お電話皆さんありがとうございます。ちょっと大変混み合ってきておりますんでね、タイミングをずらしてかけていただければなと思います。よいしょ、あーっと、そこ厄介じゃないですか。お、いない、あ、相打ちか。うわーこれは厄介だ。あ、終わった。はい、本日最後はですね、当店自慢のとっておき商品をご紹介したいと思います。それがこちら。はい、ところてん押し出し器ですね。いや、これいいですよ。竹から作られておりますんで、このところてん押し出し器、なんと全て天然の素材でできております。はい、素晴らしいですね。そしてところてんのお供にはやっぱり皆さん何ですか。炭酸ですよね。炭酸もセットでおすすめいたします。そしてところてんを食べて炭酸を飲んだ、その後暇だななんて思うかもしれないですよね。その時のためになんとシャボン玉までついてくるんですよ。お得。はい、このお得3点セットをなんと今回本日限りのお値段、ところてんならではのところてん価格で、はい、105,610円で、ご提供したいと思います。いやー、これすごいお得ですよ。いやー、もうこれキルするというよりも遊びに来たという感覚ですよね。はい、こんなにシャカシャカヘイしたってね、これすごい楽しいですから遊んでみてくださいよ。ちょっと一人ぐらいキルしてみます。この武器も遊びじゃねえよってところ、ほら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 、はーい、これすごい、ところてんまみれになっちゃいましたね。マイクラ&スプラ君ね、きっとも天国でも喜んでることでしょう。これ皆さん売ってるのインクに見えるかもしれないですけど、ところてんですからね、桃味のところてんですから。あ、ちょっとシャボン玉で遊びます。あーら、あー、楽しい楽しい楽しい、オッケー。あ、来たよ来たよ、そこそこそこ、はい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 全然当たらへんやん。ところてんがフラッペにされてしもたわ、フラペチーノにされてしもたわ。ってっていうか、ほんとなんでスタバだけなんかよくわからんサイズ表記なんでしょうね。そこ、僕もこの通販番組を通して皆様に疑問問いかけたいと思います。なんでなんでしょう、スモールでいいじゃないですか。ミディアムちゃうわ、 M サイズでいいじゃないですか。なんですか、トールサイズって。わけわかんねえんだよ。やばいぞ、勝てねえぞ。じゃ、右側全然塗ってへんやん。右側ところてんまみれにしようぜ。いやー、これ絶対縄張りに向いてないルールです。ルールというか武器ですね。うーん、やばいやばいやばい、誰も塗らないんだこれ。まあ、しゃあない、今回は負け試合として楽しんでいくか。むずくね、ところてん、ところてんむずくねキル取れる気せえへんねんけど。まず射程短いやろ、ほんで何、威力低いやろ。ええー、とこどこやねんこれ。そこに一人いるぞ、任せろ任せろ。ところてんアタック、ところてんアタック、イエーイ。はい、ニャドデス君、ところてんまみれ、おつ、ところてんまみれ、おつ、よし、あ、そこいるそこいる、ところてんアタック、ところてんアタック、くー、ダメか。あれ、その距離で当たるんですか。はい、というわけで武吉商店いかがだったでしょうか。皆様からの多くのお電話お待ちしております。それではまた次回はないですが、また次回お疲れ様でした。バイバイ。